はい、皆さんこんにちは、いられで遊ぼの時間になりました。今回で8回ですかね、8回目ですかね。結構続いてますよね。三日坊主で終わるかなと思いながら、とりあえず8回目までたどり着くことができました。今回はですね、前回ちょっと年賀状を作ったんですが、前回年賀状を作ったものは印刷屋さんに出す出向用データと、それからご家庭で印刷する、ご家庭のプリントで印刷する時の印刷の設定方法ということで、レイアウトしていきました。で、今回は、印刷屋さんに出すその出向データの作り方というのをやっていきたいというふうに思います。で、出向データ作る時の基本的なポイントは、一番僕が伝えたいところで言うと、もう印刷屋さんに聞くと、もうこの動画いらんやないかというところなんですけれども、で、実はね、印刷屋さんによって微妙にこの入稿データの欲しがり方というのは違います。ですので、ご自身の中がお使い、出したいと思われている印刷屋さんの、ホームページに行って説明を聞くなり、あるいは、直接ご連絡してどういう形でいいですかということで聞くということが一番ベストなんですけれども、私の経験上で、どこでも大体ここまで準備しておいたら大丈夫だよねという方法が、一般的なデザイン事務所でやられている方法というのがありますので、それをまずは一つ。それからもう一つは、今やはり一般の方で印刷出すっていう時になると、プリントパックさんとか、アスクルさんかなとかっていうところに出すところが非常に多いと思うんですね。なので、今回はプリントパックさん用の出力データの作り方なんかも説明していけたらいいかなというふうに思います。で、これはどこまで本当でどこまで嘘かというのを、確実に実証してるということ、実証して私が調べたということではないんですが、よく言われているのは、プリントパックさんの方はどちらかというと自分のところで印刷全部かけているということなので、例えば1000部のチラシを作るときには、全部1000部大体同じ色かなという感じなんですね。で、アスクルさんの方は、注文を受けてから各印刷屋さんに結構分配するという話を、聞いたことがあって、例えば1000部で、500、500で、印刷屋さんに出すということになったら、結局1箇所の印刷屋さんじゃなくて2箇所の印刷屋さんで印刷することになるという形になります。なので、すり上がりで実はちょっと2社で微妙に色が違ったりとかっていうことがあるよねという話をちょっと小耳にしたことがあるので、私別にプリントパックの回し物じゃなくて、できたらうちの取引先の印刷屋さんに出してあげてほしいなというふうに、町の印刷屋さんに出してあげてほしいなというふうには思うんですけれども、プリントパックで出される方も結構多い、企業なんかでも、もう印刷屋さんじゃなくてプリントパックさんで出すというところも結構あるので、うちらも結構それ用にPDF 作ったりしますので、それを一緒にこう、ホームページの説明見ながら、私の感じたことも入れながら、紹介していけたらいいかなというふうに思います。それではスタートしていきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあそれではやっていきたいと思います。今回出稿するデータを作っていくということなんですけれども、前回のシャープ7でしたかね。前回の動画アップで、説明し、使用しましたこの年賀状を使ってやっていきたいと思います。で、特にこの年賀状なんですけれども、後の方で作ったお家で印刷する用の年賀状を今ちょっと、ダブルクリックして立ち上げました。で、お家で印刷する時にはこのままでいいんですけれども、印刷屋さんに出す場合には必ずトリムマーク、トンボというやつをつけてあげないといけないという形になります。なので、トリムマークを作っていきましょう。トンボを作っていきましょう。というところで、まず一番何をするかというと、ここですね。この、これアートワークの部分ですね。アートワークが今、はがきのサイズの 100×148 なんですけれども、ここにこうトンボをつけていくと、このサイズ、アートワークよりも外側に
印刷するトンボが出てしまうので、これを中に入れないといけないので、まずアートワークの大きさを変えていく必要があります。変え方としては、これですね、このところをダブルクリック、これは 何ツールというんですか、アートボードオプションですかね、ここの部分をダブルクリックしてもらうと、こういうオプションが出てきますので、今カスタムの 100×148、 これはまあはがきのサイズがなかったので 100×148 なんですけど、まあこれは一般よくある A4 サイズにしておきましょうか、ね、それで A4 サイズにしておいて、縦1なので縦でそのまま OK してあげてください。そうするとだいたい A4 サイズのちょうど真ん中のとこぐらいに来ているという形になります。で、じゃあ次は何かというと、トンボを作らないといけないので、トンボを作りましょう。新規レイヤーのレイヤーオプションでトンボ、テンボじゃなくてトンボですね、トンボで OK ボタンを押してもらって、サイズ自体は 100×148 なので、 100×148 の四角形を一つ作ります。で、あ、しまったな、ひょっとするとあれですね、これ、最初の開ける前に 100×148 にしておいた方が良かったかもわかんないですね。もう一回じゃあちょっと戻しましょうか。このアートボードツールで 100×148、 行ったり来たりしてごめんなさいね。これで、先ほど作ったトンボの四角形とだいたい同じ位置、同じ大きさのところの真ん中のところで、一つ四角形を作りました。で、これはトンボ作るときは必ず塗りも線もなしにします。この状態で、効果からトリムマークを作りましょう。そうすると今これトンボができている状態です。で、印刷にかけるときには、先ほどのこのトンボの部分が、外れてしまうので、もう一回ここのところを A4 サイズにしておきましょう。そうするとちょうどキャンバス内にトンボが入ったというような形になります。で、仮にね、もし塗り足しというものが必要な感じの、こう、枠いっぱいいっぱいまで色を塗るような状態のものだったとき、こういう状態ですね。こういう状態で作られてたときには、必ずこのトンボの外の塗り足しの部分まで広げてあげてください。広げてあげてください。だいたい3ミリ、3ミリと。いう形になってますけれども、こういう形で広げてあげてください。そうすることによって、裁断の時にずれないという形になります。今回はまあ内側で作ってるのでそれはありません。じゃあこの状態ですね。じゃあこの状態で、一旦保存しておきましょう。コマンド S、 コントロール S でセーブです。で、これで、基本的には出稿データができました。で、この状態で、まず出稿データ作りたいとき、一番最初に何をするかっていうと、パッケージというものを作ります。パッケージはどこにありますかっていうと、ファイルメニューのところの下から、5つ目、6つ目くらいかな、パッケージというのがあるので、こいつを選んでください。そうすると、今、この紙面に使われている写真であったり、イラスト、はまあ関係ないですけども、写真なんかでリンクされてるだけのものであるものも含めて全部、一緒にフォルダーに集めてくれることになります。で、ここではまあ、どこに保存する場所ですね、分かりづらいところに保存しちゃったらどこだったかなっていうことがあるので、必ずまあ私だったらデスクトップに保存するような形でデスクトップを選択してあげましょう。で、まあファイル名は後から名前変えられるのでそのままにしてください。今の状態でいくと、後ろにフォルダーとつくのがパッケージされたものとして保存されるということになります。で、オプションのところなんですけれども、全部チェック入れてもらってもいいんですけれども、レポート二作成というのは何かといったら、これ全体のなんかこう、細かな設定なんかをテキストファイルでこう、残してくれるというものなんですね。あんまり必要ないかなと思って私はチェック外しています。それからフォントのコピーっていうのは、中で使われているフォントそのままアウトラインせずに出してしまったりすると、相手が分からなくなったりするので、ある程度のフォントはここにチェックを入れておくと一緒に、フォルダの中に保存してくれますよという形になります。まあ、今回はまあアウトラインで出すということがまあ出稿するデータの時は大前提なので、これも一応ちょっとチェック
ックどうしようかな。チェックやっぱりつけておきましょうかね。一旦つけておきましょうかね。私はあんまりつけないんですけれども、一旦じゃあこれつけておきましょう。レポートもじゃあ一遍ちょっとつけておきましょうか。でこの状態で OK ができたらパッケージボタンを押してください。そうすると、パッケージができましたということが出てきたんで、これで OK ボタンを押してください。そうすると今デスクトップに保存された、保存したと思うんですけども、ここに年賀状フォルダというデスクトップのものが出てきております。これがいわゆるパッケージされたものだというふうに思ってください。で、実際現行で自分たちでこう作っていくときにいろんな材料とか写真とか入れたりしますよね、フォルダの中で。でその中で使ったり使わなかったりとかっていうのがあると思うんですけども、パッケージされるともうそのまま写真も含めて、ここでは使われてる写真一つだったんですが、こういうふうな形でまとめてくれます。これがいくつか写真入ってるときにはここにいっぱい入ってくると、そういうふうな認識にしてくださって言ってもらったらいいかなと。で先ほど言ったレポートなんですけども、レポートはまあ、こういうような形でこうなんかいろんなものの説明が書いてあるよという形になります。まあ、あんまりいらないかなという形なので私は捨てております。で、フォント今チェック入れましたが、該当するようなフォントがなかった。まあ、今回うちが、森沢の書体結構多めに使ったからかなということなんですけれども、まあ、ここであんまり珍しいフォントだったらここにフォントっていうフォルダができて、そこにフォントが入っているという形になります。ただ全てのフォントが使われているフォント全てが入るということではなくて、部分的に入ってくるという形になりますので、まあこれもあんまり必要ないかもしれないですね。じゃあ今度は出稿データを作っていきましょう。今このフォルダというところ、これですね、これを印刷屋さんに出すんですが、僕たち大体デザイン事務所どういうふうなファイルの管理をしているかなという説明を少ししていきたいと思います。どっかに準備したんだけどな、どこだったかな、これですね、出力ですね。今大体こう、これはまあデスクトップが開いてフォルダを開いた状態ですよみたいな形だと思ってください。でその中にまあイラストレーターの写真、イラストレーターのデータであるとか、あるいはまあフォルダーなんかがこう入っていると、そういうようなイメージだと思ってください。で、まず僕たちどういうふうにファイルの管理をしていくかっていうことなんですが、Mac の場合はタイムマシンっていうのがあって、1日に何回かこう保存してくれるんですね。なので、前に戻りたいと思った時にはタイムマシンに入っていって、データを拾ってくるということができるんですが、昔タイムマシンがなかった時とか、あるいはまあ今 Windows はあんまりそれがないのかな、ちょっと私 Windows わからないんですけども、そういう時には、データのやり取り、自分で作ってての時でもそうですし、僕らデザイン事務所で仕事している時でもそうなんですけれども、翌日になったら気が変わって前のデータが欲しいなんていう形のことがよくあるんですね。前のレイアウトに戻していただけませんかみたいな形で。でそうするとこのままこれでずっと保存でいっちゃうと、前のデータってもう消えてしまうことになるんですね。なのでなるべく新しく大きくレイアウトが変わる時っていうのは、こいつをコピーして、そいつ元々のデータも残しておくみたいなことをよくしております。で例えば今これだとすると、デザイン事務所で多く使われてるやり方で言うと、例えば名前ですね、名前のところですね、例えばこの頭のところに日付を入れておくという方法があります。今だと2022年の12月の今日は5日なので、011205でアンダーバー入れて、例えば原稿の名前が入って AI というような形で、これで例えば大きくレイアウトが変わったなというふうになったら、こいつをコピーしておいて、ここちょっとコピーっていうのが出るんですけども、ここの部分で名前を6日にしておいて、で、これはまあ何かどこか別のところに保存しておくと。でもし何かあったとしても、何日か後にやっぱり1週間前のデータにしてくださいって言われた時に、元のデータに戻れるように必ずこう保険をかけておくと
というような形で作ったりします。で最終的にはこれをダブルクリックして先ほどみたいにパッケージするという形になると。であるいはですね、これ日付を前に入れた形なんですけれども、他の方法としてよく見るのはこの出力の後に今日の日付12月5日1205が入っているというような形で、名前を管理していくというような形の方法もあります。で例えば1日に何回かやり取りしているとこの後ろにさらに時間、今だったら18時56分なんで1856なんていうふうに入れておくとだいたい夕方の夜の7時前に修正した原稿はこれだというような形でこう、管理していく形になりますね。なのでそういうような形で、自分のファイルをいくつか管理していくと。でちょっと話飛んじゃったんですが今から出力ですね。で出力の時にはどうするかっていうとこれが例えば先ほどの元々のデータだとすると、アウトラインデータというのを必ず入れます。でさらには PDF というのも入れます。なので、まずこいつをコピーしておいてこの出力とかっていう後ろのところにアンダーバーの OL、 これアウトラインの略称なんですけど OL というふうに入れておきます。そうすると、ファイル見た時にいやこれ OL って書いてあるからアウトラインだなっていうふうな形で、自分の中でも、取引先でも相手の人でもこう管理ができるという形になるのでこういう名前の変え方をしていきながら、フォルダの管理をしておくといいかなという気はしますね。アウトラインしちゃってね、また、文字の修正が入った時に文字直せないとかっていう風になったらちょっともう最悪なので、ある程度元データは残しておいてアウトラインを作っておくというような形にしておきます。で、印刷屋さんに出稿する場合ほとんどアウトラインが多いので、アウトラインデータで納品することが、絶対的に必要なことになるという形になります。じゃあ、その説明を踏まえてやっていきましょう。これが今先ほどパッケージで作ったものです。で、これ今ダブルクリックしたら、文字はアウトラインされてないので、修正が効く状態です。で、この状態ではなくて一旦閉じてもらってオプションキー、オルトキーを押しながらこいつをコピーしましょう。そうすると後ろに2っていうのが出てきました。これコピー2枚目ですよということなんですけれども、ここで名前を先ほどのアンダーバーの OL、 これアウトラインという意味になります。でこれでアウトラインということでこいつをアウトラインのファイルを開いてレイヤーにロックがかかってないか確認してもらって、それから、ファイル自体にロックがかかってないかを確認してもらって、で、何もかかってなかったら、コマンドオプション A ですかね。でこれで全体選択になります。コントロール、オルト、A で全体制作になります。選択になります。なので、この状態でロックのかかってない全てのものが出てきた状態で、書式からアウトライン作成してあげてください。そうすると、今もうこれは、アウトラインの文字になったということになります。で、この状態で、コマンド S、コントロール S で保存して、で、あとはもう、印刷屋さんに出してあげるということになると。いう形になるんですが、デザイン事務所ではさらにもう一つこの状態から PDF というのも作っていきます。ファイルから別名保存で、PDF ですね。 PDF を OK してもらって、ここの形式はどれでもいいと思います。高品質ぐらいにしておきましょうかね。 PDF 保存しておきましょう。でそうすると今、これで3つ保存のデータができました。先ほどのこのフォルダー見てもらった時には1つだけだったのがコピーして OL、 これがいわゆるアウトラインデータですね。でさらにはこの PDF、 アウトラインを PDF したものになると。でこの PDF は何かといったらもう確認用です。最終的にデータ、何かおかしかった時に、お客さんの元々の正解のデータというのが分からなくて、これが本当に正解なのかどうかなのかなっていうのを確認してもらうための PDF というふうな形で思ってください。なので何かあった時には PDF も一緒にセットで、この形で一つのものを作って圧縮かけて印刷屋さんに、データを渡すと、そういうような形でやっていくということになります。なので、まあ、大体ここまでやっておけば、どの印刷屋さんでも大体
対応してくれます。で、問題があった時にはおそらく PDF 確認してもらって、それが問題なのかどうなのかを確認してもらって、あ、違うなということだったら折り返し電話がかかってきて、データこうなってるんですけど大丈夫ですかみたいなことの確認は取られるということになりますが、確認してもらえるということは、ミスなく印刷されるということなので、必ずこのセットですね、元データでからアウトラインで、アウトラインの PDF というような形でセットでフォルダを、パッケージの中のフォルダを作ってあげるといいと思います。で、さらに実はデザイン事務所ですと、ここからまた別の、機械にコピーして、全く情報がない状態でちゃんとダブルクリックしてファイル開いた時に写真のリンクがあるかどうかとか、文字のアウトラインがかかってるかかかってないかとかっていうのの最終チェックをしたりするんですけど、まあ一般的にはそこまでしなくても大丈夫です。で、あともう一つ、デザイン事務所だとこの元々のデータですね、元々のこのデータというのは渡さないことが多いです。もうこれで渡さないと。これっていうのは結構自分の中で時間を費やしてきた仕事の過程の部分が入ってるのでね、それをそのまま、お客さんに渡してしまうということはあんまりしたくないというところがあったりするので、もうアウトラインデータだけでと、こういうような形で出稿してもらっても問題ないですというような形で、普通の出稿データっていうのは作っていくというふうな形で思ってください。で、これは例えば仕事をしていくときに誰かに渡すときでもこういうような形にしてあげると、元データとアウトラインと PDF というような形ですごく丁寧で親切で、データのやり取りができるかなというふうに思います。というところがまず普通というか、まあ一般的な、出稿データの作り方になりました。じゃあここからは、よく一般的に使われているプリントパックですね。プリントパックの出力設定を一緒にやっていきましょう。で、PDF なんですけど、PDF だけで出力できるということもありますので、出力の PDF だけを作っていく過程というのも一緒に見ていけたら、確認おさらいしていけたらいいかなというふうに思います。じゃあ、今アウトラインしたデータを開きました。ここから今ちょっと声が裏返っておりますが、ここからプリントパック用の出稿用の PDF、 印刷する用の PDF を作っていきたいと思います。で、ホームページで事前にちょっとプリントパックのホームページ見たんですね。で、多分これがまあ CC2017 データの設定方法とか出稿方法が書いてあるページなんですけど、これまた後で下の詳細コーナーに貼り付けておきますので、皆さんもこれを見ながら一緒にやっていってもらったらいいかなというふうに思うんですが、まあ、これと確認しながら一緒にやっていくという形になります。で、前半のところはね、いろいろ最初の段階からの説明になっているので、そんなに読まなくてもいいかなという感じはあります。なので、まあ、ずん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 下まで行って、これはもう、最初の作っていく過程の段階なのでね、ここはちょっと無視しておきましょう。ステップ6からが、出稿データの作り方になります。出稿データ、まず一番最初、透明部分の分割統合の設定は、ベクトル100にするということですね。ベクトル100というのを作っておきましょう。で、プリントパック結構よく出される、これから出すという予定の方は、この設定を保存しておくと、次回からその保存された設定ボタンを押したらもうその設定になるということなので、ぜひ保存して管理してみてください。じゃあ、今これ出来上がっている、イラストレーターのデータを、ここですね、透明の分離統合プリセット、こいつを押してください。そうするとこういう画面が出てきました。で、プリントパック見合わせると、中解像度にしてくれっていう風になっているので、中解像度のところを選択しましょう。で、なおかつこの状態で、書き出ししてくれという風になってる、あ、違うわ、新規で保存しましょうということになってるんですね。これからよくプリントパックで出される方がもしいたら、あるいは2回目も同じプリントパックで出すという予定がある方は、左下のここに実は新規というのがあって、この新規を作っておくと、もう次回からそのボタンを押したらその設定が出来上がっているという形になります。なので、ここのこのプリセットの下の
3つ並んでるアイコンの左側のボタン、こいつを押してあげてください。そうするとプリセットなんたらかんたらというのが出てきます。で、ここの名前のところ変えられるので、例えばここの説明でいくと何でしたっけね、ベクトル100っていう名前にしておきましょうみたいな形で言ってるので、同じようにベクトル100というふうにします。で、なおかつ何が書いてあるかっていうと、ここのところですね、バランスのところは75から100にしてくださいというふうに言っているので、100にしておきましょう。で、この状態で OK ボタンを押してもらうと、ベクトル100ができるという形になります。私のところもちょっとベクトル100があるので、ここではちょっとキャンセルさせてもらいますが、皆さん OK ボタンを押してくださいね。で、仮に OK ボタンを押すと、こういうような形でベクトル100というのが出てきます。で、これで、次回から統合、分割統合プリセットの時には、このベクトル100というのをやって、OK ボタンを押してください。まずこれが一つ目ですかね。一つ目の設定になります。続きまして、二つ目ですね。ドキュメントの、ラスタライズのなんたらかんたらとかっていうやつ。これですね。効果からドキュメント。で、ここが、70人になってたら300に変えましょうというような説明がここに書いてあります。で、これって実は一番最初の段階で、新規ファイル作るときに、ウェブですか、印刷ですか、みたいなボタンで、操作したと思うんですね。なんかちょっといっぺんやってみましょうか。この段階ですね。ここでウェブですか、ウェブですか、印刷ですか、みたいな話だと思うんです。で、この時の設定で実はここ300になっているので、だいたい300で、問題ないかと思うんですが、例えばウェブで作ってしまったとかっていう場合だったら、ここが70人になっているので、そういう場合には300に変えましょうということで、軌道修正するというような形にしてください。じゃあもう一回ちょっとやりますね。ここのドキュメントのところは、300になってると。300にしてくださいというふうな形で説明書いてあります。で、下のところの透明とかのボタンも、何も特になしかなという感じですね。次、3つ目です。で、OK してください。あ、ごめんなさい。カラーモードも言わないといけないですね。カラーモードがもし RGB になってたら CMYK に変えてください。で、OK ボタンを押します。で、次です。カラーチャートを使ってたらとかっていう形なんですけれども、これはまあ印刷屋さんにも多分、設定変えてくれるというふうなようなことが書いてあるので、このステップ8は無視しましょう。で、もし色がちょっと大幅に違うということで、プリントパックさんから連絡があったら、その時に初めて自分で、別の色に置き換えるなりしてみてください。だいたい今までそれで CMYK に変えて大きく印刷の色が変わったということはないと思うので、まあ、ここはもう無視してもらっていいです。次です。すべてのテキストをアウトライン化する。今もアウトライン化すでになってますね。なのでアウトライン化しておきましょう。やり方としては、書式からアウトラインを押してあげてください。全部が選択されている状態でアウトラインにしてください。で、次です。ここからですね、印刷用の PDF 保存を作っていくと。先ほどのベクトル100を保存しておいたら次からいけますよという話をしたと思うんですけれども、この PDF 設定も同じです。なので、プリントパックっていうふうに設定を入れておいたら、次回からそいつを選んだらもうプリントパック用の保存になるという形になるので、ぜひ、保存してみながらやってみてください。じゃあやり方いきましょう。まずは別名保存で、PDF にしましょう。先ほどの確認用の PDF 作りましたよね。あれと同じ、まずは工程第1です。で、この段階で、プリントパックさんは何を言ってるかというと、まずプレス品質にしてくれというふうに言ってきてます。なので、ここを押してもらって、イラストレーターの初期設定のところから、プレス品質にしましょう。で、プレス品質にしてからは、次ですね。解像度を変えてくれというふうに言ってきてます。今ここの部分一般なので何もないですが、ここ解像度を変えておきましょう。解像度は、今、そのままだったら300なんですけど、ここ350にしてくれという形なので、ここをまず350にしましょうかね。そうすると勝手にここも525に変わります。で、2列目も同じように350にしてくれという形になります。で、ここ450になっているので、こっちだけ450にしておきましょう。450に。で、あとは1200の1800なので、そのままで OK
です。3つ目です。トンボ、立ち落とし。もうこれはすでにここにトンボを作ってるのでね、必要ありません。4つ目です。ICC のね、出力の部分ですね。出力の部分のところは、確認してもらうところは、この出力先のところを見てくれというところなんですけれども、出力先のところが今、ドキュメント CMYK になっているので、こいつを作業用 CMYK というやつに変えてあげてください。で、あとは何も設定いじらなくていいと思います。で、次ですね。詳細。は、何かな、まあ、ここは何も触ることないかなという感じですね。なしで、ここのところもし変更型、アクロバットの5にしてくださいみたいな形の説明が入っています。次、セキュリティは関係ありません。これも無視でいいです。セキュリティする必要はありません。で、最後。設定内容ですね。設定内容のところで、もしここに 72dpi です。ここに警告が何かあったら、それをちょっと注意してくださいということだと思います。もうここの部分はほぼいりません。なので、まず品質に、まず、プレス品質にしてもらったら、ここの部分の解像度を変えて、で、出力先のところ、ここを作業用に変えてという、この2箇所だけ、チェック入れてもらっていいかな。あとこの互換性のアクロバット5のところ、ここだけチェックしてもらうという形になります。で、ここまでで設定が出来上がったら、せっかくなので、この設定を保存しておきましょう。保存するのは、ここのボタン、ここのマークです。右上の、このアイコンです。ここのボタンを押してもらうと、この設定名前をつけて保存できますよという形になるので、ここを例えば、プリントパーク、というふうに名前を、ダメだ、プリントパックというふうに名前を入れて OK ボタンを押してください。そうすると次回からプリントパックというのが出てくるという形になります。で、うちのところこれも同じで、もうプリントパック入ってるので一旦これキャンセルさせてください。で、そうすると今プリントパック仮に保存したら、次からここ押した時にここにプリントパックっていうのが出てくると思います。なので次回からこのプリントパックを選んでもらったら、もうそれで OK というような形だと思ってください。で、この状態でプリントパックのものが出来上がったら、あとはもう PDF 保存するだけです。はい、で、これで出来上がりました。なので今この状態で年賀状のこのプリントパックの PDF、 多分これだけをもう PDF をプリントパックさんに出してやら、それで印刷が書かれるという形になると思うので、ここまでの設定を丁寧に注意しながらして、なおかつ、このファイルだけを出してあげるというような形にしてください。で、今これ実は私偉そうに言ってますけど、私自身はプリントパックに出力したことがありません。なので、出力の方法自体はちょっと、なんか、何でしたっけね、どういうソフトを使ったとかという詳細設定みたいなの記入部分があるかも分かりませんけれども、そこはちょっとホームページ見ながらやってみてください。で、基本的にはこの PDF だけでプリントパックさんに添付して、データアップして印刷かけてもらったら、それで出来上がるという形になります。で、もし心配なら、もうこの一式ごと渡してあげても大丈夫です。そうすると印刷屋さんの方が勝手に見てくれると思います。PDF だけでやったとしても、問題ない設定でなってると思いますし、もし PDF に何かあったとしても、こちらのイラストレーターで、プリントパックさん側が確認するというような形になるんじゃないでしょうか。というところで、出力方法のやり方を説明いたしました。はい、というところで、今回は何でしょう、説明、すごい下手やったかなと後で反省しつつも、制作の過程とかでもなく、また、何かを作っていくという形ではなかったんですけれども、出稿方法、データ印刷屋さんに出す出し方みたいなものを説明させていただいたんで、ぜひこの季節だと、例えばやっぱり実際の印刷屋さんで年賀状を刷りたいとかっていう場合だったら、今のを参考にしてもらって出稿データ作って、印刷屋さんに出していただけたらいい、
年末までに年賀状が届くというような形になるのではないかと思います。というところで今回は、ここまでということになります。ちょっと食いだらないなというところがあったらまたちょっと過去データも見てあげてください。で、まあ、次回はちょっと何するかわからないですけれども、結構もうここまで7回か8回かなやってるので、初めて見られた方も、過去のデータ見てもらったら、デザイナーがどういうふうに作っていくのかっていう過程を説明してたり、あるいは、単純にソフトの使い方の説明であったりというのを、アップしてきてますので、そこの中でなんか、こう心に刺さるものがあったらいいかなというふうに思います。それでは皆さん、また来週ありがとうございました。